オッケー、皆さんオッケー。じゃあ矢上准教の皆さんです、イエーイ。
初めての方がいらっしゃるので自己紹介すると、頭のおかしいアイドルのジュンキョンです。これ見ていただくと頭おかしいの分かると思うんですが笑いすぎだよですね、これね、これこの間、ライブやったんですけど、このバンドでこれのせいでギターアンプが爆発した。感電して壊れちゃったこれのせいだってみんなが言うんだけど、ギターアンプが壊れたのが電波でもね、これね電池なんだよね。ちょっと悪いですね。だからね、ちょっとその辺せいじゃないと思うんだけど、それでギターがブーってなってしまって、ギターアンプが壊れたかギターさんが壊れたか分かんないから機内にお医者さんはいませんかみたいに、会場にギターさんはいませんかって募集して変えようかと思ったんだけど、私の代わりにそうやってくる人をね探したんだけどいなくて、そのまま続けた。仕方なくそうビクビクしながら続けたんですよね、はい、それでその時あんまり、思い切りプレイができなかったので、今日はギターのタッカがちょっと多めにやりたいかっこいい曲を集めたのであんまり皆さんが知らない曲いっぱいあると思います。そして矢上純教バンドなのに、尾崎亜美さんの曲から始めてみて、尾崎亜美さんが続きますね。ね、ちょっと覚悟していただき、謎のでそのせいじゃないのまたまた壊れ電球のせい、なんかあんだろうね、電池かな、マジ、それ外して面白いな、やらせじゃないんだ本当なの。あ、すいません、外して、すいません、ちょっといろいろ電池変えとけばよかった大丈夫かと思っちゃった、そしてですね、いつもこのじゃがいもさんの、ティーズウィンドウに出していただいていて、もう何回も出していただいてるんですが、矢上純教バンドは去年も10月で今年も10月で、来年も出していただけるのかなっていう感じですね。はい、じゃあ次いきます。次は尾崎亜美さんの You Can Climb the Mountain in New York という、すごい長い、見ないと言えないやつです獣みたいに私なら置き去りにして
最近飲まないとつまらない男っていうのは分かる。そうだね、おとなしいもんね。じゃあ次はですね、尾崎亜美さんがアンディに提供した曲で、でもあれじゃないです、知ってる方。はい、you
中海ドリームという曲を聴いていただきました。ここでまでで、尾崎亜美さんコーナー終わりで、やっと矢上純巨バンドになります。楽屋の紙には矢上純魚って書いてあって、魚になっちゃった、魚魚魚って感じだったんです。純魚ね、魚食いました、魚食いました。そしてですね、矢上純巨さんの思い出シリーズを2曲続けてお送りするんですが、思い出のスクリーンと思い出に変わるまでじゃなくて、なんだっけ、え、思い出は尽くしすぎて、でこれね、字が違うんですけど、わかります、思い出の字が。思い出のスクリーンは木偏に目に心なんですね。で思い出の大丈夫だ、あ、もう大丈夫、脳みそがさっきのピカピカで。思い出は尽くしすぎては普通の思う方なんですけど、この違いわかる人、わかるね、気変に目に心の方は愛があるんですよね。教授がね、あのキーボードの教授が教えてくれました。愛がある方が気変に目に心で、ただの記憶の方が思い出の、まあ、美しすぎての思い出なんですって。覚えて帰ってください。はい、じゃあ行きましょう。Thank you.
ありがとうございます。なんか気が済みましたか。気が済んだ。真ん中で弾くんじゃなかったの。使い分もすぎる。真ん中で弾くんじゃなかったの。真ん中はあの撮影係さんね。びっくりした。撮影係さんキーボードも弾かないで撮影してました。撮影係っていう腕章もしてるんですね、はい、じゃあですね、楽しい時間もあっという間、一応最後の曲になります。で、ね、一応最後の曲はね、サンディエゴサンセットっていう誰も知らない曲なんですよ。最後なのにって思うじゃないですか。これを最後にしない方法が一つだけあります。よろしくお願いします。これはもしかしてアンコールかな。
アンコールいただけるなんて思わなかった。そんなに言っといて。ありがとうございます。じゃあ皆さんの知ってる曲をやらせていただきます。ちょっとその前に、はい、大丈夫です。もう一度盛大な拍手を、イエーイ。お疲れ様でした。次はキューティーパンプスの皆さんです。セッティングしますので。